春日で発電所は、かつて、大阪市小野花区西区城七丁目に存在した、石油火力発電所である、発電所出力は31万2000キロワット。1963年から2002年にかけて、関西電力によって運転された。本校では、春日で発電所建設以前に同地に存在した、春日で第二発電所と、その近隣に存在した。 春日で第一発電所も合わせて記述する。双方とも、大正時代に建設された、石炭火力発電所であり、第一発電所は1952年、第二発電所は1959年まで、運転された。春日で第一発電所春日ガ地区で、最初の発電所は、春日で第一発電所である。明治、大正期における、大阪市の電力会社大阪電灯の手によるもので、 大阪市北味川通り4丁目の大阪鉄工所跡地に建設された。ここは旧淀川と六軒屋川に挟まれた土地で、川が広く大型運搬船の経流に交通号で、発電用水を味川より多量に得られるなど、発電所公的地であった。大阪電灯では先に味川ガ西東発電所を建設しており、1915年には、 東発電所の増設計画を立てていたものの、第一次世界大戦下の電力需要急増のため、これを見直し、安治川東発電所の増設は、発電機1台に止め、残る1 2 5 0 0ット発電機3台についてはあらかじめ土地を確保していたカスガに設置することとなった。こうして1916年10月大阪電灯は、許認可を申請。 翌1917年9月に工事試行認可を得て、直ちに着工した。1918年10月、建物とボイラー12巻1号タービン発電機がまず、完成。ついで1919 19年3月ボイラー2巻3号タービン、発電機。最後に、同年4月に号タービン発電機がそれぞれ完成し、発電所は竣工した。ところが当初から不具合が続出し、 やむなく発電所出力を本来3万キロワットのところを2万キロワットに制限せざるを得なくなった。これは当時まだ技術水準が低かった国産機器の利用やエジェクター式煙突の採用による通風不安定化が原因であった。応急対策としてボイラー10巻を1920年5月に増設するがそれでも故障が続くため抜本的対策として 石炭巻き上げ装置を増設する、季節煙突3本を撤去して、自然通風式の煙突4本を新設するなど、粉炭・通風方法の改善工事を実施した。その結果ボイラーの創業が安定し、石炭消費量も適正量に戻って、会社財政の改善にもつながった。春日で第二発電所大阪電灯では、春日で第一発電所に2万5000、 キロワット発電機を増設する予定であったが、建設時から続く不具合の対策として、ボイラーを増設したことから、増設発電機分のボイラーを据え付ける場所が、不足してしまった。このため、第一発電所に隣接する自社電気工場の、焼け跡にて、かすがで第二発電所を建設する方針を固めた。しかし、第一発電所の不具合頻発に伴う、売園、騒音で、 付近住民の避難を浴びていたため反対運動が発生する。反対運動のため傷側に代替地を確保するも、今度は大阪市当局との関係から建設資金の調達がままならず、電力不足にもかかわらず輸入済みの発電機を始想する状態となった。1920年になり、会社の増資が可能となって資金問題が解決、第一発電所の改善が進んで、 地元の反対も収まったため元の位置に発電所を新設する方針に転換。1920年12月に、春日ガで第二発電所設置の許認可を得た。大林仕組の受け負いで工事は進められ、1922年8月、まずボイラー16貫とタービン発電機1台が完成。9月に仮使用認可を得た。残る工事も11月に竣工して12月に、 仮使用認可を取得している。発電所出力は4万キロワットであり、大阪電灯の電源の主体となることから、連続運転に適した設計を取り入れ、粗悪炭も利用しやすい球炭機も設置している。1923年10月1日、大阪電灯の供給事業のうち大阪市内並びに、東成郡・西成郡の部分が大阪市に買収され、 市営電気供給事業に内包された。市営化に際し、発電所の買収範囲について、会社都市で議論があったが、結局市は、味川西発電所のみを、大阪電統から継承した。これと同時に、市営化範囲から外れた堺市など、大阪府中部における供給事業を、大手電力会社の大道電力が継承し、発電所についても市が買収しなかった安川東、 カスガで第1、カスガで第2の3発電所を取得した。以後20年近くにわたり、カスガで第1、第2発電所は、大道電力によって運転された。低新小電気局の資料によると、その間の稼働実績は、1925年度が、計2673時間、総発電量2896万2080。 キロワット時及び3793時間1億483万3224キロワット時、1936年度が、計2440時間、総発電量5461万8600キロワット時及び1950時間5764万4900キロワット時であった。大道電力時代、第1、第2発電所双方で、 増設工事が実施され、認可出力が引き上げられている。第一発電所では、蒸気タービンの技術水準向上を受けて、大阪伝統時代からの旧設備が撤去され、1934年12月に、心臓の1万5000キロワット発電機2台が設置された。この設備更新によりタービンの蒸気消費量が減少し、ボイラー容量に余裕が生じたため、 1937年12月に改めて2万5 0 0 0ット発電機1台が増設されている。増設により認可出力は5万キロワットとなった。第2発電所ではベースロード発電所としての設計により、もともとボイラー容量に余裕があり、大道電力時代の創業改善によってさらに余剰が増したため、 余剰分を活用すべく1938年1月に2万5 0 0 0ット発電機1台が増設された。増設に際し、低新章の命令により賠煙防止のため8本の煙突のうち5本にサイクロン式囚人装置、2本にコットレル式囚人装置が設置されている。この増設で認可出力は6万5 0 0 0ットとなった。1938年8月。 電力国家管理実施に伴い大道電力は日本発送電への設備出資命令を受命する。対象設備には春日で第一、第二発電所も含まれており、翌1939年4月1日付の日本発送電設立とともに同社へ引き継がれた。日本発送電時代認可出力は第一発電所5万キロワット、第二発電所6万5千キロワットのままで変化は、 ないが、1944年8月に、第2発電所の変圧機1台が、日本系金属カンバラ工場へ転用されている。また、1945年6月1日、太平洋戦争下の空襲により設備が、中、昇破する被害を受けた。戦後1951年5月1日に、電気事業再編成が実施され、春日で第1、第2発電所は、関西電力へと引き継がれた。 ただし、カスガで第一発電所は1949年度より休止されており、再編成翌年の1952年2月4日付で、イマズ発電所と共に廃止された。カスガで第二発電所についても、段階的に廃止が進み、まず1957年12月に一部設備が廃止となり、2年後の1959年4月22日付で、コトーラ発電所と共に、 全面廃止された。旧発電所の廃止後、電力需要の増加に伴い、大阪市周辺での発電所建設が要求されるようになったため、関西電力では、旧カスガで第二発電所跡地に、周辺の土地を買い足して、これを再開発する計画を立て、1961年6月1日に、新しいカスガで発電所の建設に着手した。旧発電所よりも大型の15万6千 キロワット発電機2台を据え付ける工事を進め、1963年10月31日に1号機、翌1964年1月13日に2号機を、それぞれ完成させた、旧発電所とは異なる石油火力発電所であり、養分の少ない重要燃料とする。こうして完成したカスガデ発電所だが、1990年代になると、 南高発電所などの大型発電所に主力を譲り、夏場の波動電力供給用として運用されるようになった。しかし、老朽化と合理化で2002年3月に稼働を停止し、2003年に取り壊された、春日で第一発電所設備の概要は以下の通り、春日で第二発電所設備の概要は以下の通り、1963.64年建設の関西。 電力カスガで発電所設備の概要は以下の通り、1号機、編集2号機、編集1922年のカスガで第2、発電所新設にあたり、4本2列、計8本の長大な煙突が建設された。この煙突は地元からは8本煙突、また、東京電力の千住火力発電所と同様、眺める角度によって本数が異なって見えることから、 お化け煙突と呼ばれた、1963年から1964年にかけて完成した新たな発電所には2本の煙突のみが立っており、これらは特に相性はつけられないまま2003年の解体を迎えた。ありがとうございます。